三原さん、はい、初めまして、はい、ありがとうございます今日はちょっと三原さんの釣りに密着させていただいて、はい、とりあえず頑張りたいと思います。はい、はい、結構しけてますね。しけてますね。うねりが少し押さって、はい、ここまで来るのにビビりまくり。すごかったですね。すごかったですとりあえず一匹ですね。はい、今日は大きいのを狙うということで、はい、長さの一匹を調整です、はい、それを狙って頑張りたいと思います。ぜひぜひ、はい、引き出しをちょっと拝見させていただきますのでよろしくお願いします。いきなり俺れ違いますか。あぶけど切り的には黒っぽかったけど、これ黒だろ、お名前やろ。エッサーが規制に曲がってます。ハムが見えない、見えないですね。あ、いや黒です、黒です、見えました。黒です、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 見えましたよ。あ、そうなの。一投目から。カリス今何号ですか。じゃなくよ。おお、おお立派な。これはすくうの大変ですね。あ、でも40ぐらいありそうな。よいしょ。うわ、まん丸、まん丸です。これ重量勝負やったらいいやつですね。まん丸でかいっすよ、でかいっすよ、いきなり。あれちょっと黒飛び久しぶりしたけんがめっちゃ低いっすよかった、これで。おお、すごい。40はあるっすね。40はありますね。ありそう。40あるじゃん、普通に。でかい。でかい。よかった。よかった。さすがです。ほら、ピースもいいやん。針は何号ですか。針は5号。セレクトグレー。セレクトグレー。バッチリ。おはぁ。素晴らしい。おぉ、めちゃくちゃ綺麗。さすがです。高いっすね、多分。今はたまたまするより。
最初に釣れたのはオキアミですか。オキアミです。オキアミスペシャルですね。なるほど。で今ミキニを使ってみて当たりが、はい、でまたスペシャルで戻し、で棚深くです、ね、棚をちょっと、はい、手前に、お、なるほど。後打ちってもったかな。後打ち。エサ取りはおるっすね。はい。結構。あ、エサ取りが見ますか。うん、エサ取りはおる。あ、本当ですね。潮はいいですね。うん。めっちゃ釣りやすそうだ。宮原さんずっとリールはテクニウムですか。テクニウムです。もうずっと代々。もう代々。うん。スットになる前からですか。スットになる前から。おお。スットはどうですか。自分的にはいいですね、はい、本当にスーって出る感じ、はい、けど一番最初やっぱ使った時は、はい、やっぱ出しすぎる感があった。あー、なるほど。出すぎるっていうか、スムーズすぎて、はい、やっぱ自分が思った以上に糸が出とったとか。なるほど、うん、あだからそこに慣れるまでがちょっときつかったですね。なるほどですね。お長の時とかやっぱり全然違うんじゃないですか。全然違います。ですよね。もう出しすぎるっすよね。だからシュッシュッってこうもう止めて止めてみたいな感じで出した方がやっぱいっぺんに出してしまったら多分自分の感覚の 1.5 倍ぐらい、はい、多分出る感じがあるけんが。ああ、なるほど。うん、そこだけですよね、今日のリールは。今また餌が残ってきましたが、そういう時は背負い通り深く深くして、はいはい、あ、深く深く、ああ、なるほど。これでもう竿1本半ぐらいの棚。1本半ぐらいですね。1本半ぐらいです、今で。なるほど。下枕ちゃんが悪そう。先生、こういう時はどう。こういうセレクトグレード、はい、セレクトグレードの方が悪すぎるのが怖いね。ほう。今日の配合餌はどんな感じですか。配合餌は、はい、V9 グレパー V9 と、はい、超遠投グレ超遠投、はい、と V9 のスペシャル、スペシャル3種ですね。はあ、なるほど。はあ、一袋ずつですか。一袋ずつで、オキアミは2択。はあ、なるほど。それで大体何時間分ぐらいの感じですか。ゆっくりつつ4時間、4時間ぐらいですか。本気の試合の時はですね、もう一瞬で全然足りんですね、やっぱ際ですね、隣は。はい、ってことは自分の際を守るよ。今仕掛けはどんな感じにされたんですか。今針を、はい、かかりすぎの5から、はい、4に、4に、で浮き止めを下げて、はい、もう竿1本ぐらいに。なるほど。1本半からもう浅くしたっす。なるほど。
かいたのはやっぱ北枕が多いですね。なるほど。はあ、ハリスのジンタンは海底、まあ、なるほど。これくらい当たってくれればですね、楽なんですけどね、うん、おお、すごい一発。あら、これの方もまあまあ良さそうな魚で引っ掛すね、やっぱり黒だこれ。あ、かっこいい。おお、いいサイズですね。いいサイズですね。言い方、これはサイズ入れ替えじゃないですか。入れ替えですね、これ暴れの家の46ぐらいありそう。おお、いや、でかいんじゃないですか。うわ、これはすごい。おお、でかいですね。おすごかったですね。答えは一発で出ましたね。答え一発で出たんですね。すごい。これがクロスでやっぱね。やっぱり、ね、あの重要は真似することですね。真似することです。やっぱ自分の顔を通しちゃダメですね。ザラザラ。ザラザラ。でも強い。強い。強いですね。弾いてますね。おお、これはでかい。これはでかい。これ何センチですかね。からですね、これもですね。メジャーは今日持ってきてないですね。宮原さん、今日のタックルはどんな感じですか。タックルは、はい、竿が頑張ったんです。はい、スーパーインテックス G5 の125-50、はい、125-50、かっこいいですね。光輝いてますね。ディールが、はい、シマノの、はい、BBX テクニウムの、はい、3000DXG のスッドですね、はい、XG ですか。 XG、はい、DXG ですね、はい、で、ミッチ糸が、はい、サンラインの、はい、おしゃれ、おしゃれの 1.5 号。で、ハリスが V ハードの 1.75、はい、1.75。で、ウチがですね、はい、釣り剣の再開、はい、SP の、はい、まあ、2B ですね。 2B、 はい。で、あとは針が、はい、ガマカツのかかりすぎ口太の4号、うん、はい。で、直結部分に、はい、B を打って、はい、ハリスの中間に今ジンタンの6をジンタン6、うん、当てます、はい。で、浮き下がだいたい今竿1本ぐらい、はい、誘導幅が直結からだいたい30センチか40センチぐらい。なるほど、はい、そんな感じです。なるほど、はい。あられが降ってきている中、寒い。本当寒いですね。いや、でもこの状況の中、あのサイズは立派ですね。当たるとでかいですね。当たるとでかいですね。その当たり、難しいですね。うん、潮もコロコロ、風もビュンビュン。変わりすぎですね。このタイミングで出てはきますよね、多分ですね。なるほど。基本は半誘導で釣られることが多いんですか。半誘導がもう多いですね。でも大体もう G5 とか0ぐらいの浮きで、はいはい、もう大体その誘導幅を20センチぐらい取って、なるほど、あとはもうガン玉だけで調整する、なるほど、みたいな釣りが多いですね。じゃあもう基本はもう糸で当たりを取るみたいな感じで。でも大体その沈むような設定してても、はい、やっぱ張ってもう大体サスペンドさせて、はいはい、こう花を探っていくみたいな感じです、うん、なるほど。そこまでは入れてはいかんですね。やっぱ入れてもやっぱ1本半とか、はい、そこぐらいまでかなみたいな感じ。もうそれ以上入れるときはやっぱりもうゼロで
結局もうジンタンのどれくらいかな5とか4とか打ってもう強制的にビューって入れ込んでもう中で張り込むみたいな。けどやっぱその沈んでいくだけじゃ不安時も多いけんが、はい、やっぱり打たせてやっぱり浮いてくるであろうやっぱあの魚を待つっていう釣りも自分多いですね、はい、なるほど。これが正解か分からんすけど、どっちにしても浮かせて浮きを浮かせて釣る釣りが好きっすね。なるほど、そうですねピッと入るとこがやっぱり気持ちいいですよね。やっぱそれがやっぱ浮かせ釣りかなみたいな感じですね。もう次はしらせに行かれるようなシーズンはやっぱりもう春ぐらいですか。春ぐらいですね。だいたい12月とかも行きたいですけど、はい、やっぱしけが多くて行けんですよね。あ、そうですね。昔やっぱ12月ぐらい行った時は、はい、やっぱり50手前ぐらいまで数が釣れるっすもんね。あ、その時はやっぱりお長がメインで、お長が、はいはいはい、もうほんと茶ぶれっすもんね。45からやっぱ48、9ぐらいまでですね。なるほど。宮原さんも YouTube ででっかいお長釣られてるのがありますので、ありますね、はい、ぜひ皆さんあちらの方多分皆さん結構見られてるかなとはもう思いますね。見てもらってるみたいですね、はい、本当あれはもう本当に伝説の、本当うまいこと言ったっすよね。あんななかなかですね。あの時はですね、本当湧いてたっすもんね、はい、もうあれ以上のやつが何匹か見えたし、はい、あれ以上だったらやっぱ取れんすね多分。 あれもよく取れたなと思って。マルギンさんに魚卓があるのそうですかね。うん、はいはい、そうです。だいたい4畳半のオナガって手前に入るんですけど、はい、あれだけやっぱ沖走ってくれたっすもんね。なるほど。沖の沈みにですね。だから取れたとかなっては思うんですよね。であと左に回ってくれたわけですね。なるほど。続きましてはなんとダイバーのスーパースター田中さんです。田中です。こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だけども、はい、今日ね J 杯なんです。あ、そうだ、はい、これもう撮ってるんですね、はい、J 杯、はい、僕が一人で乗ってるってことは、はい、どういうことでしょう。まさかの初戦敗退そんなことが厳しい。いやあの味がすごくて、味が、あ、全く歯が立ちませんでしたね。そうですか。相手の方に釣られて、あ、まあまあ手代わりしてきてね、はい、こうやって今撮ってもらってるんで、はい、グレをまずはお見せしたいと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、準備できました。はい、本当はね、はい、決勝戦でこうやって撮ってもらう予定だったんですけどいいまあまあ、はい、ちょっと僕の釣りを釣れてないんだけどいい見ていただければ。ありがとうございます。はい、準備したロッド、はい、トーナメントの、競技ですね、はい、125-51SMT、はい、SMT、はい、リールも競技、トーナメントの競技、はい、で道糸が 1.355、はい、のナイロン、はい、でハリスが 1.755、はい、これ6メーターと、はい、で浮きが、はい、はい、山釣りの競技エントリーですね、はい、これ00の浮力かな、はいはい、これをハリス6メーターの中に1メーター入れて、はい、ストッパーから針までが5メーター。なるほど。まあ、針がグレバリの午後ですね。午後、はい、はい、まずはこれで、はい、やってみます。はい、さあじゃあやってみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。この前に乗ったところは味が多くて、はい、はい、味が全く何もできず。なるほどもうすぐ餌取られる感じですか。でグレーの活性もそんななくて、はい、コマセ、まあ、聞かせといて、はい、でスーツを休ませといて、はい、コマセあの仕掛け入れても、はい、まあ、食わないんですよ。だから、まあ、たまに味が降ってくるぐらいで、でぴったり合わせたらもう当然味。なるほど。グレーがね
いまいち元気じゃなかったです。まあまずは海の様子を見るためにオキアミナまで、はい、まあ、近いところを釣っていきます。おお、なるほど、はい、頭から頭つき、はい、そう、味がいないことを願う。先ほど1回戦宮原さんのところは餌取りは炙ってかもでした。あ、はい、手前多いですもんね、はい、あとは朝一でちょっとあの風景のに針を切られたりとか、はい、右に流れてますね、当てながら、はいはい、あ、当てて跳ね返っていいんじゃないですか。ね、この上五島 の野崎島、はい、野崎島朝から逆光になるでしょ。はいはい、ね、浮き見えないから、はい、まあ、道糸見ながらのこう当たりを 取る釣りになるんだけど、はい、うんうん、まあ風もあって、はい、うねりもあって、ね、まあまあタフな釣りでしたよね。なるほど、ここはでも比較的釣りやすい、うん、これぐらいの流れが釣りやすい。グレーだ、グレーにも釣れた。おグレーなの、裏側は多かった。いや、口太がメインでした。せっかくだからオナゴですね。さすがです。僕にも釣れました。さすがです。さっきのアジ地獄は何だったんでしょうか。何だったんだろう。場所ですね、やっぱり。うん、綺麗なオナガですね。オナガグレー、はい、大きく見える。はい、さあ、サイズアップ、はい、どうしていくかっていうね、はい、これを皆さん見たいところだと思います。わかりました。グレがいるのは分かったので、はい、サイズアップをしていきましょう。はい、先生どこから変化をつけていくんでしょうか。まずつけ餌、はい、つけ餌を今日はオキアミ生と加工餌と、はい、浮き身を準備しているので、はい、今生で釣って、はい、かかりましたよね、はい、次は加工餌、はい、で釣ってみて、はい、でボイル、むき身を使ってみて、はい、まあ、サイズにどう変化が出るかっていうのと、うん、当たり方にどう変化が出るかっていうのを見ていきます、はい、狙いどころは変えずに、はい、加工餌、ね、加工餌、はい、今度は頭を取って、で、はい、まあ、ここで狙いどころを変えてしまうと、はい、餌の効果が分かんないから。なるほど、まあ、同じことをしながら餌だけ変える。なるほど、ニュートーナメントかっこいいですね。かっこいいですよね、はい、モノコックボディっていうのになって、はい、剛性がすごい高くなったんですよ。おお、なるほど、巻きがスムーズだし、はいはい、まあ、ギア比も高くできたから、はい、まあまあその競技っていうか、おお、おおお、これはまあまあいいじゃないですか。サイズアップの予感ですね。ドラグもね、すごくいいんですよ。綺麗に出てますね。ほら、お
おおおおおおお切れた。遊んでさっき。あとよかったね。よかったですね。さすが。加工餌。なるほど。あ、お腹ですかね。まあお腹かもね。仕事が。遊んだらいけませんよ皆さん。むきみでやってみます。むきみ、はい、まあ、なんか特別なことしなくても釣れる感じがするね、はい、小混ぜとしっかり合わせてやれば、はい、さっきまで何だったんだむきみ試しましょう。はい、はい、ついてればいいですからね。きれいにつける必要ないですよ。なるほど。グレ釣りは針見える見えない関係ないです。なるほど。ついてればいいですと思う。違うよね。なるほど。ちょっと深すぎる。この近くで釣るときは、はい。遠投だと効くのかもしれない。はい。まあそれが分かりましたよね。この釣りと。うわーすごい。重りを打たない仕掛けで、はい、ベラが来るってことは、はい、結構もうそこ近くを探れてるってことですよね。はい。まあ重りを打つ必要もないっていうのも分かりますね。なるほど。これで。深瀬釣りっていうのは、はい、コマセを巻いてそれに魚を寄せて、はい、それに仕掛けを、まあ、同調とよく言いますよね、はい、同調させて、釣る釣りなんで、はい、コマセが重ければ仕掛けも重くする必要があると思うんだけ ど、 なるほど。コマセ自体がそう重いものじゃないから、はい、仕掛けを重くする必要はそんなないと思うんですね。なるほどですね。だから重りっていうのは僕の考え方ですけど、はい、まあ、この仕掛けが馴染めば浮きが沈んでいきますっていう仕掛けに対して、沈まない時があるんですよね、仕掛けが馴染んでも、はい、それって道とかやっぱその風に吹かれたり、はいはい、晒しに取られたり、はい、流れ、沖と手前の流れで違ってこう引っ張ったり、はい、まあ、自分で引っ張ったりしてしまうことが原因で、まあ、仕掛けが馴染まないっていうことがあるんだけど、それをフォローしてやるための重り、はい、別にあの深く釣るための重りっていう感覚で僕は使うわけじゃない。なるほどですね。この状態が一番ベストだと思ってて、はい、これを妨げる何かのその風だったり風とか、はい、うん、流れだったり、うん、晒しだったりっていう力を重りの力で、まあ、消し去ってやる。なるほど。そういう使い方っていうかそういう考え方を僕はしてます。はいはい。じゃあ大きいのがかかった、はい、加工餌、加工餌、はい、手前を釣るときは加工餌と、はい、生のローテーションでいいと。はい。で、まあ、今釣り始めて 3,4 頭ですよね、はい、これコマセってまだ効いてないからこの釣りができるけど、はい、コマセが効き出したらまだガラッと変わってくると思う。あ、なるほど。そしたらまた何かをこう考えてい、はい、ね。一頭一頭どういう変化が出るのかっていうのを、はい、しっかり、まあ、考えて記憶していかないです、はい、それが変わってきたら次のことをしないといけない。なるほど。それまでは同じことをしてていいと、はい、同じことをするってことは、はい、コマセの打つ位置、はい、コマセの量もそう、はい、それを変えてしまうと全くまた違うことをしていることと一緒だから。なるほど。それを変えずに同じことをしていく。なるほど。
だからこの軽い仕掛けをスムーズに流すために重要なのはラインメンディング、はいはい、引っ張らないようにはい、スムーズに流れるようなところにみちっと置いていく、はい、まあ、出しすぎてもダメ、うん、引っ張りすぎてもダメ、うん、それが張らず緩めずっていうやつですよね、はい、よく言われる、はい、ここやっぱりこの魚が多いところエリアっていうのは、はい、まあ、コマセが効くまでがね結構いいのが釣れたりするんですけど、はい、まあ、最初の数頭はすごく重要な、はい、ところになりますよね、はい、まあ、バラしちゃったけどちょっと流れが速くなりましたね、お流れが速くなって、はい、釣りづらくなったから、はい、じゃあどうすれば次いいのかっつったら、はい、狙いどころ左に変えるんですよ、はい、そしたら右に、はい、自分のこう流せる範囲っていうのが確保できますよね、はい、遠くに飛ばすのはまだまだまだ手前をやってからね。なるほど、ほう、先ほどよりも差を2本分ぐらい左側に仕掛けを投入しました。なんか変わったでしょ、餌取りが出てきたね。あ、グレかもしれないでしょ、はい、その餌がなくなったってことは当たりが出ずに、はいはい、まずそれを、あ、これ餌取りだって決めつけてしまう前に、はい、餌取りなのかグレなのかっていうのを確認しないといけない、はい、じゃないとグレだったらまあそれ狙えばいい、あの今度は食わせ優先の釣り方に変えればいいし、はい、餌取りだったらまた違うその餌取り対策をしないといけなくて、はい、それって全く違うことをしないといけない、はい、グレがもし食ってる場合は道、あ、針巣を細くするとか針を小さくするとか、はい、もっとこう引っ込み抵抗のない息にするとか、はいはい、しないといけないけど、はい、餌取りの場合はずらしたり狙いどころをそもそも変えたりしないといけないでしょ、はいはい、だから全くその一つの判断で違うことをしてしまうことになるから、はい、まあ、しっかりそこはチェックしないといけないですね、はい、チェックするためには何か変化は与えるんですか。チェックするためには、はい、グレーが食ってる場合は、はい、必ず自分の釣りで、はい、仕掛けに変化が取れると思ってるんですよ僕は、はい、あの餌だけ取られるとしても、はい、ストッパーがちょっと動くとか、はいはい、浮きがちょっと動くとか、はい、ハリスが道のビューッとちょっと動くとか、はい、そういう変化が絶対あると思ってる、はい、それがなくて餌だけなくなってたら餌取りっていう判断ですよね、うん、餌の残り方だったり、うん、あとはまあまあここでそのできるかどうか分かんないけどむき身をつけてみて、はい、オキアミなかったり加工だったら取られなくなるんだけど、はい、むき身は残るんだったら、はい、グレーの可能性が高い、はい、グレって歯がない、はい、ガジガジ取っていくわけじゃないから、はい、不気味のあの硬いやつ残っちゃうってことはグレーの可能性がある、ね、なるほど、そういうので見ていく、うん、ただその不気味っていうのは、はい、しっかりしてるけど、はい、不意がいいはいいものではないんですよね、はい、不意がいいものはやっぱりオキアミの生が一番いいし、はい、次にかっこいいさ、はい、それでやばいものほど食いがいいって思って、はい、僕は思ってます、はい、それを、まあ、使い分けて、なるほど、向き、
キハビの、まあ、かっこいい餌は取られるけど、むき身が残るんだったら、グレが食ってるけど、その、なんていうかな、食い込みきれないのかな、はい、みたいな。はい、オキハビ生、かっこいい餌は口にするけど、当たりを出しきれない。うん、じゃあ、なんかこう、もっとこう、飲み込めるような状態に持っていかないといけないということで、はい、ハリスを細くしたり、はい、まあ、違和感をなくすってことですね。はい、そういうことをしていく。なるほど。あとこれ残ります、この残り方、はい、これはグレの可能性はまだ残ってる、はいはいはい、これは皮だけになってたら、はい、スズメダイ、アブチガモ、はい、の可能性が高い、へ、これはまだ同じことを続けて、はい、これでまだその当たりが出なければ仕掛けに手を加えないといけないね。なるほど。今度は、はい、オキアミの生が残ったでしょ、はいはい、オキアミの生を剥いてみます、はい、うっはぁ、はい、さっきも言ったようについてればいいから、なるほど、針全然、そもそも見える見えないって、もう張り付いて自体も見えてると思うんですよ、はいはい、そこは気にしなくていいです、ついてればいい、合わせるコマセを少し多めにして、はい、減らしていきますね、まあ、風は左から右に結構強めに吹いてます。当たんないね、当たりそうだけど、うん、回収はゆっくり、はい、餌の状態見るだけ、なるほど、うわ残ってる、綺麗に綺麗に綺麗に残ってますね。ということは、はい、コマセを増やしていいのかもしれない、なるほど、まあ、残るってことは魚がそこにいないってことでしょ、はい、だから深く入れるべきかコマセを増やすべきかっていう判断になって、はい、まずは今コマセ少ないコマセで釣ってたんですよ、はい、だから餌取り寄らせたくないから、はい、まあ、こういう状態になったら、はい、まあ、コマセ増やして、はい、まあ、餌がなくなる場合もあるから、その魚の活性を上げてやると食いも良くなるからね、はい、ですかね、なんか叩いてる、みんなカツオですかね、あー焼いてもらってる、あー多分みんな竿曲がってるんで、なんかそんな感じですね、おっ、ヒットー、まあ、遠投に変えて1投目でヒットしました。さあグレでしょうか、グレっぽい池です、グレっぽい、お、グレだ、お腹が多いですね、お腹が、
おお、綺麗なおなかちゃん。ええ、美味しいですよ。美味しいですね。持って帰ろう。これは何でしょうか。あー、ビラ。おー、浅いんだね。なんかこのほら。はい、そうです。この後ろの形状がそのままドーンとこういってるみたいなイメージがあるけど、そうだね、その3本15メーターぐらい先でそんなに入れてないのにベラが来るってことはドーンといってこう浅いんでしょうね。なるほど。ということはめっちゃ飛ばしたらいいのが出るかもね。なるほど、飛ばしてみましょうか。はい、よりも流れが速いというか、まあ、晒しで道と取られるから難しいね、はい、なるほど。ただ魚多そうだから多少引っ張ってずれても取れそうな気がする。当たった。いいサイズですね。いいサイズですね。遊ばないよ。今度はじゃあお願いします。今度は頑張ります。はい。おおおお、元気元気。その手前の下りの中に突っ込んでいきますね。あ、おお、立派な。キムタ君が来ました。キムタ君が。キムタ君が来ました。ずっしりとした。これはたまらんよね。綺麗にトーナメントが上がっております。おい。ナイスです。ほほほ、ブリブリの。ブリブリの。綺麗な。色も綺麗。いよいよ本格シーズンといった感じですよね。そうですね。よしよし。エサ取りもいないし。はい。だからどうこうどこに仕掛けとこませ言ったら釣りやすいかっていうことだけ考えれば。はい、なるほど。こうやって釣れちゃいますね。はい。釣りづらいとこ無理くり釣るよりも、うん、釣りやすいところをね釣った方がね。なるほど。餌取りもいないし。はい。ありがとうございます。ビラなのか、ブレなのか。これ引っ張っちゃうと、はい。吐き出すんですよ。引っ張るのは嫌がるんですよ、ね。なるほど。その置いとく分にはいいけど。ああ、なるほど。置いといてもう、はい、吐き出せないような状態にしてやった後に、はいはいはい、当たりが出るぐらいのイメージでいいと思う。こういうなんか道とか。おお、グレっぽいですね。おお、綺麗に曲がってる。おお、綺麗な。ブルちゃん、
まっちゃうと、はい、吐き出す。なるほど。でも当たりかどうか分かんないときは置いとく、はい、引っ張らないように。止めてもダメ。止めてもダメ、はい。おお、さすがです。連発です。でもパターンを掴んだ感じですか。そうですね。あとはまあこれが大会だったら、はい、マスターズだったらゴミ揃えないで、はいはい、まあ、今回の J-I だったら大きいのを揃わないといけないから、はいはい、まあ、これを続けていって型が出ればいいけど、うん、まあ、同じような型が続くようであればまた何かしら考えないと、ね、なるほど。それが面白みでもあるね。まあ数だけバンバン釣るんじゃなくて、うん、やっていきましょうよ。はい、ね、口太は飲んでていいですからね、はい、でもあんだけ送っても、あー本当だ、ね、唇にかかって、ということはやっぱこうスムーズに送ってるつもりだけど、はい、引っ張っちゃってるんですよね多少。うん、でまあその型、はい、を取るっていう、はい、ワードが出てきましたよね、はい、じゃあどうするのか、はい、餌を変えます。なるほど。むき身だったり、はい、箱餌だったり、まあ、それの繰り返し、はい、まあ、朝一っていうか1投目手前つって、まあ、釣れましたと、はい、じゃあその餌変えてどうなるか見ていきましょう。それをねどんどんこうやっていく感じですよね、はい、あとは狙いどころを変えていく。うん、変えていったところで釣れたらそこで餌を変える。なるほど。むき身じゃないですね。なるほど。残ってくるもん。手前に今当たってきてる潮なんでね、当てながら右、はいはい、コマセはその狙いたいところの先、沖に投げてやる。なるほど。手前にこう、はい、寄ってくるでしょ、はい、でその先に仕掛けを入れてやると、まあ道と絶対こう手前に引っ張られますよね、はいはい、風でスムーズに合うようになる。ぴったり合わせてしまうと逆にずれるんです。なるほど。縦にコマセを振っといてやって、はい、仕掛けは一番大きいのがこの辺にやると、はい、手前に寄りながらそのコマセの濃度の濃いところに入っていくから、ちょっとしたら大きいの、その薄いところでコマセと合った状態で大きいのが来るかもしれんし、なるほど、最終的には濃いところに入るから当たりは、まあ、そのサイズ動向じゃなくて当たりは出やすいよねっていうような釣り方したりね。手前の道糸が早いんですよ、はい、右に、はいはい、こう晒し、はい、波で押されて払い出す潮の方が早いから、それをこう処理していかないといけないんだけど、絶対仕掛けて手前に寄るんですよね、はい、その引っ張ってないつもりで、はい、道糸こう処理して行っても、うん、それを見越してコマセは手前に打っとく。ましたね、持って行ってくれ。あのままシューッと行くとね合わせれるんだけど、はい、なんかそのそういう感じでもないでしょ、はい、こういう時っていうのは食い棚浅いんですよね。浅い時ってなんだろう、浮力を与えた方がいいのかもしれない、沈まないように。はい、だから仕掛けを変えます。なるほど。プロ山本、はい、僕は尊敬する山本八郎さんの。僕もこの山本なんですよ、元気の源で。あ、そうですかいや、もう釣りが孫なんです釣りがもう上手な DNA が入ってるので、ハリスの方に浮きを入れます。はいはい、渡り浮きね、はい、でこの直結のところで止まるように。はい、いや棚を深く探るための二段浮きじゃなくて、はい、まあ、当たりをしっかり取りたいっていうのと、はい、まあ、棚で止めときたいっていう時に使う。なるほど。棚取って深く入れるための、はい、と二段浮きじゃないです
ね、はい、僕の場合は穴は5メーターぐらいでしたね、はい、まあ浮力調整を B の当たり行きに B の水中行きつけてるんですけど、はい、浮力は少しあるので、はい、浮力調整用でジンタンの3号をストッパーから50センチぐらい下に、はい、位置を真ん中ぐらいに投入しようかね、はい、近いところに先生、仕掛けが元に戻りました。はい、戻りました。潮がね、はい、コマセ作ってる間に変わったんですよ、はいはい、手前に押し付けて右にガンガン流れていた潮が、はい、沖目をかすめてこう綺麗にね沖の上に払い出すような潮になって、はい、これはねチャンスなんです。なるほど。型が出るかもしれないし、なるほど、まあ、その今2段沖でその潮筋流してみたけど、はい、反応がいまいちだったんで、うん、まあ円錐浮き、はい、単体の円筒浮きに変えて、はい、ちょっとこう沈ませつつ、そう深く入れるっていうわけじゃなくてホバリングさせながらその一定の卵を流していけたらなっていうので変えてみました。もう目で見て分かるぐらいいい潮目ができてますね。カモメもその潮目に、ね、ついてるし、で、おもりリンタンの3号をストッパーから下、はい、15センチぐらいですかね、2個つけて、これ馴染めばじわっと沈むような。さっきはリンタンなしでしたね。これなんでリンタンを打つかというと、はい、沖ってやっぱり道と多少引っ張るんですよ、はい、だから引っ張りながら流していってもこういうこれぐらいのこう馴染み具合になるようにっていうのを狙って、はいはい、なるほど、まあ、風があるからね、あの浮きっぱなしっていうのはそんなに良くないと思う。これでやってみましょうか、はい、だよね、船が。あれっす、こっちのやつはアスリートは特に別格ですね。すごいよね、あの中が。俺びっくりした、この間初めてだったけど広いね。はい、揺れが全然違いますね。あ、当たった。お、ほら、おー、一発できました。おお、さすがです。バッチできましたよ。あー、ザフィッシングでよく見るやつ。来ましたね。かっこいい。おっとっとっと。うわ、元気がいい。おお。まあこれ続けたら肩出るんじゃないかな、この潮だったらね。元気がいいね、このやっぱ年末というか12月のグレはね、まだまん丸まん丸、よいしょ。釣り上げるならでかいのがいいけど、食べるならこのサイズがいい。そうですね塩焼きするにも、ね、煮付けするにも美味しそうなサイズでございます。はい、釣れました。おめでとうございます、はい田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではちょっとまた旅立ってまいります。はい、次は決勝で会いましょう。はい、よろしくお願いします。3回戦はこの方、なんと、おっと、おお、このタイミングでもうちょっと小さいっす。おっと、ダメですね。あ、なるほど、元気が良かったんですね。はいはいということで、はい、G 杯、はい、V2 の小森選手です。はい、どうも。
はじめまして。はじめまして。今日はよろしくお願いします。あ、いえ、こちらこそ。そう。結果は？結果はですね、はい、朝はもう絶好調でした。はい。先ほどちょっとクーラー見せていただいたらすごいのがいましたね。1試合ずつ1匹釣れればいいのに、いっぺんに3匹釣れたし同じ試合で同じ試合で分かれて釣れたらよかったのにっていうサイズが、ね、がっかりですね。なるほど。ちょっとここからはお土産釣りということなんですがですね、はい、あとまだ大物ショーがあるんですね。おお、なるほど、はい、一応聞いた権利を聞いた中では、はい、朝自分が釣ったのが一番大きいみたいやけど、他の船が、はい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 、はい、結果がわからない。なるほどなるほど。48センチぐらいが、はい、出てました。ああ、ということは、ね、怪しいのが一匹いるかもしれないですね。はいですね、はい、しか出ような気がします。なるほど、はい、ちょっと大きなグレをですね。はい、小森さん、今日お使いのタックル、はい、ぜひ教えていただいてもよろしいでしょうか。ですね、はい、まあ、ロットはガマカツの、はい、スーパーカツシーロングスペシャル、ロングスペシャル1-58、長いですね、やっぱり。あ、長いこれ、長い、はい、長いけど、その、なんですか、持ち重り、はい、あんまり気にならないですね。まあ、5メーター使ってる人が使うとちょっと重いかな。うん、ああ、自分がだいたいもともと53なんで、はい、全然気にならないですね。ロットが長いことに対して大森さんが思うメリットっていうのはどういうところですか。まあ、ハリスが長く取れる。うん、で、あの、風が吹いた時にハリス長く、はい、まあ、取れる分、その風の影響を受けない部分が できるんですよね。あの、潮なじみとかの関係で、はい、そういうメリットですよね。なるほど。あ、長く取ると、うん、まあ、デメリットっていうと、ハリスを長く取ると、うん、で、これ1号なんですよ、はい、1号結構曲がり込んで、はい、ハリスが長いとなかなか取りづらいです、うん、なるほど、まあ、まあ、そこら辺はですね、うん、はい、慣れの部分が、はい、リールは？リールはですね、はい、22トーナメントですね、はい、新型ですね。そう、先ほど田中さんも使われてました。ああ、いいですね、はい、やっと買えたし仕掛けはどんな感じですか。仕掛けはですね、はい、あ、たね、道戸がサンラインの、はい、ジーパール、はい、ジーパール、はい、ジーパールの1.755、あ、1.755、ああ、はい、まあ、5等なんで、はいはい、ああ、で、ハリスは V ハード V ハードの、これも175、175、ああ、はい、まあ、5等でお長も当たるかもということで175ですね、うん、なるほど。ああ、まあ、浮きは、はい、西内工房さんの、はい、まあ、自分の名前の浮きなんですけど、はい、コウモリです、はい、ああ、それはもう名作のですね、なんか、なかなかこう自分の相棒なんですが、まあ、針はあれなんですよ、はい、自分はもう伊勢山の、あ、はい、もう金針なんですよね、はい、ええ、ええ、はい、それはお伺いしたことがありますね、ですね、はい、黒の食い方った時にやっぱり目立つ方に、はい、うん、あ、なるほど、こう、なんか、でも餌取りには弱いしね、うん、あの、まあ、フグ系とか、うん、もうアジはもう全然ダメですね、うん、目立ちすぎる感じです、うん、ハリスは V ハードを使われてるのは何か理由があったりするんですか。あ、 V ハード、はい、やっぱね、強い中このイメージが昔からの、はい、うん、あ、まあ、 V ハードか、はい、ブラックストリームか、はい、あ、まあ、どちらかですけどね、うん、はい、なるほど。伊勢山張りの今何号、今5号ですね。5号、はいはいはい、まあ、5号、まあ、5等、自分結構針が細いんですよね、はい、はいはい、まあ、5等で、まあ、5等だけに5号やないけど、うん、あ、5号、本当に5号です。大分とか、まあ、トーナメントとかなったらもう
またまだ落としにくい、はいはい、まあ、今日はもう大きいやつっていうか使いやすいというか、なるほど、ああ塩の馴染みとかの使い慣れてる、ああです、ね、はい、重さは、でっかいグレを期待してます、はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。よいしょ。はい、楽しいですね。一匹通すの中がまたスリル満点ですね。ああ今ジンタン売ってるんですか。今ウッド、ちょっとあの大きめ、あの大きめっていうか、はい、ちょっと深く入れた方がなんぼかサイズが上がりようような。結構五島があるあるやつ、ガン玉下手したら、はい、本当もうジンタンがないで本当ニュービーとか、ニュービー、はい、B とか今は何売ってあるんですか。今 G4 ですね。 G4 ゼロの浮きに、はいはい、でちょっと深くちょっと入れてみて、はい、浮きの上すぐに浮き止めがある感じですか。ですね、はい、破裂はどのぐらい取ってあるんですか今。破裂はほぼ1本1本破裂が長いとやっぱ塩なじみがいいんですよね。はい、ジータはもう直結の下ですか。いや、破裂の真ん中ですね。ああ、真ん中、うまいっす。あら、炙ってかもちゃん本日のゲスト。これがやっぱり多いですね。多いですね。さっきもあのこの光中を、はい、この餌取りがアブテックかもが、うん、でどっちかっていうと本筋じゃないけど、あの塩筋っていうか嫁が、はい、こっちに来んとなかなか、ああ、なるほど、はい、あの人はあの寄れまで投げたいんやけど、なるほど、波形が届かないですよね。ですね、本当に練り込んだら飛ぶんですけどね。しかし言うと、はい、巻きサラサラにする方やけ、はい、なるほど、もう本当に飛ばしたいときはやっぱ練るんですけど、はい、あー練りいった、あー練りいった。黒とかですか。いや、黒ならちょっと太すぎる。さっき田中さんもそんな感じが一回あったんですよ。ああ、しらすかな。目にしたもんな。あ、目にした。あれ。しらすだったら張り付かないですよね。走るっすよね。目に行くだけで。回り込むっていう感じ。でっかいグレじゃないですか。これグレやったらちょっと本当にでかいっすね。あー、もう2に回っとるもんね。オッケー、まあ、身体が見たいですね。いや、回っとるもんな、行きよるけど、なんやか、黒ではないもんね。あ、ダメ、切れた。あ、切れました。なんですかね、謎の巨大魚。謎の巨大魚が猛威を振るっております。ヒット、ヒット、
り上げサイズ。よいしょ。長いですね。長ちゃんですね。ああ元気がいいだけです。元気がいいだけですか。あ、かわいいグレちゃんが。1号でもこのサイズ楽々抜き上げるですね。1号あのやっぱ58長い分やっぱなんかパワーがあるみたいですよね。お時間ということで、はい、ラストになりそうな予感です。風がラストにドラマが起きるか。でもさっきよりさっきよりいい。あ、やらかしました。惜しい。やらかしました。ラストでこれは痛恨の。オーマイガー、小長やったかな。どうなんかな。ちょっとズシッときましたね。あ、まあこんなもんです。いえいえ、ちょっと渋い時間にお邪魔してすみませんでした。あ、いえいえ。またぜひちょっと改めて、はい、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ブラボー。
パクリやん。あ、ピクトリー。大会を運営するために、ね、小林さんはじめスタッフの方々も本当にありがとうございました。で、皆さん、あの来年また、1年に1回なんで、ぜひ皆さんここでお会いしましょう。それですね、長嶋さん、あの大会名誉顧問のクレームがあります、僕。はい、1回戦で30センチぐらいの黒を釣ったんですよ。はい、その時に、何このちっちゃいの、黒じゃなくて白じゃないのみたいなのを、あのかかり、僕の船の係の人に言われたんですよ。でもうこれは十分パワハラだと思うんですよね。でその名前は言わ、まあ、名誉なら言わないですけど、K林さんっていう人だったんですよ。で、まあね、結果見たら、その方1回戦で落ちてました。ありがとうございました。お疲れ様でした。吉木さんに至っては、第1回目の優勝からの14年ぶりかの優勝です。おめでとうございます。一番使った仕掛けと言いますか、簡単なことでいいね、木とかそこら辺は。そうですね、浮き、まあローテーションが3箇所あったんで、とりあえずはまず、まあ、1回戦からその違う釣りを、まあ違うっていうか、真逆の釣りをしていこうかなっては考えていました。で、まあ、最後の決勝とかはやっぱりね、あの前半渡辺さんの方がこうお腹のところがかかってきたんで、まあ、仕掛けやっぱりね、まあ、長寸っていう縛りがあるからですね、もうそれはもうバラしたくなかったんで、やはり男としてですね、侍としてですね、関係ないけど、侍関係ない、刀を抜きました。乗ってきてる、投げ乗ってきてる。刀抜いてやりましたよ、ごめんなさい。やったやったー、ブラボー、吉木先生、おめでとうございました。パーしか出さない、パン新人戦聞いたよね、今ね、聞いた人は迷うよね。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。そんなわけねえやん。おー、すごい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 、打ち合わせどうだ。最初はグー、じゃんけんぽい。僕でいいですか、じゃんけん。じゃんけんは強かった。最初はグー、じゃんけん、ほい。